埼玉栄中学校、高等学校は、埼玉県埼玉市西区西大宮山丁目にある、私立中学校、高等学校。生徒数は、約3000名で、普通科3コースと、保健単位区下がある。中学校からの内部進学生は3年間別クラスとなる。S コースは2年次から、文系、理系。特進コースは2年次から、文系、理系。 A&A に分かれる。コースは本人の希望と成績により変更可能だが、普通科と保健体育科との間の転換はできない。文部領土をならぬ文部技芸の4、道を目指しており、スポーツが盛んな学校としても知られる。2017年までは総合進学コースがあったが、特進コースと統合された。かつては自動車科、国際情報技術科が存在したが、現在では、 系列校である、坂北高等学校に移管されている。毎朝、朝の言葉の昭和を行う、の三つを、教師も含めて全員で唱える。この、朝の言葉は、中、高の生徒手帳にも記載されている校舎のある敷地には、創始グラウンド、南グラウンドがある。東グラウンドは新校舎を建設するため、廃止された。校外にある、野球部、サッカー部、 アメフト部などが利用する総合グラウンドや女子ソフトボール部が利用する堺ソフトボールスタジアムは校舎から遠いため徒歩圏内ではない。制服は2009年にリニューアルされた。夏服は男子はポロシャツからニットボタンダウンにスラックス。女子はニットベストに黄色の半袖セーターとチェックのスカート。冬服は男女共用の従来の6ボタンブレザーから4。 ボタンブレザーになり、エンブレムが以前のタイプより小さくなった。男子は2種類の式典用と通常用ネクタイ。女子はリーボンとネクタイの2種類で、男女とも長袖ワイシャツとチェックと無地の2種類のスカートスラックスを着用する。ジャージ、体育着は2016年にリニューアル。体育の時間に使う運動靴は2019年に変更。男女ともパーマカール。 染色、脱色、化粧をする、化粧品の所持、装飾品の所持を禁止されている。携帯電話の所持は、東日本大震災以降は、可能になったが、学校内での使用は禁止である。もし、学校内で、携帯電話が鳴ってしまった場合、指導対象となる。バッグに関しては、本校指定のものを使用。スクールバッグ、ダッフルバッグ、ブバッグのみでそれ以外、使用不可。 冬服と夏服は指定された期間には必ず着なくてはならない。大学進学率が伸びている。近年では国公立大学への進学実績も伸びてきており、H30 年度には東京工業大学現役合格者2名を、はじめ東北大学や筑波大学への合格者も出てきている。受験対策として衛星放送により、代々木ゼミナールの講義を受講する。 さて、LINE 授業をいち早く導入していた。平成17年度より従来の FAX 方式に変わり、3システムというネット上で、欠席連絡や各教材の問題や成績などをダウンロードできるシステムを導入した。部活動は盛んで、保健体育科は全員運動部所属となる。土曜日は創造学習という部活動授業があり、 部活動所属してない生徒は選択講義を受講する。多くの部活が全国大会に出場しており、特にサッカー、卓球、女子陸上、レスリング、体操、バドミントン、相撲、女子野球、フェンシング、マーチングバンド、吹奏楽などが有名。女子サッカー部、駅伝部、コーラス部も過去に全国大会制覇の実績を持つ。ありがとうございます。